を作ります。材料はこちら。じゃあ作っていきます。まずチョコレートを湯煎で溶かします。そのためにバラバラにします。うん、ちょっと刻んでね。あ、包丁使う？お、いいね。いいよ、そんぐらいで。半分ぐらいで。どっか泣きそうになってるぞ。じゃあもう一個お願いします。バターは室温で柔らかくなってるので、あと卵と混ぜていこう。いいの？混ぜて。うん、うん、いいよ。バターとバターと砂糖を入れて混ぜてから卵黄を混ぜるんだったのに、間違えました。ルカちゃんよく混ぜてね。今生地を作ってます。湯煎しましょう。本当はちっちゃく刻んだ方がいいんだよ。チョコ溶けたよ。じゃあ今からルカンナと混ぜ合わせようかな。できました？まだですか？あー、溶かしたチョコレートを入れていきましょう。よいしょよいしょ。で、熱いでしょ？ここついた。熱くない。おいしい。よいしょよいしょよいしょ。じゃあこれをよく混ぜます。終わった。あっちに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 。あげるかちゃん、お願いします。次なんだっけ。おもろい。でも、うん、おいしい。次はメレンゲ作ります。卵、卵白入れて、で、お砂糖をちょっと入れるよ。あー、一つまみぐらいかな。ビヒャ、泡立てていきます。うん、牛乳です。ちょっとお砂糖を3分の1入れるよ。よっ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 。うん、こんぐらいでいいか。はい、じゃあさっき混ぜたチョコのやつにメレンゲを3回ぐらいに分けて入れていきます。最初の1回目はしっかりと混ぜ合わせる。ピシャ。みーちゃん、これ混ぜてくれる？さっきのふにゃふにゃだったから。ふにゃふにゃだったよね。そうなんです。持つところが嫌だったんで。でね、あとはさっくりと混ぜましょう。切るように混ぜてくれる？はい、2回目ね。これ切るようにぐちゃぐちゃ混ぜるんじゃなくて、切るようにふんわりと混ぜてくれる？ふんわり混ぜてる。うん、まあそんな感じのねやつだな。はい、じゃあ3回目全部入れます。よいしょ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 。これはよいしょ、さっくりと混ぜます。よいしょ、薄力粉混ぜます。イエーイ。ココアも混ぜていきます。
ちょっと高いところから落としていって、よいしょ。じゃあオーブンで焼いていきまーす。約45分ぐらいでいくか。うん。うん。いいよー。なんかひび割れがすごい。焼けたよー。地面にひびが入っている。ひびが入っておる。これペロンってめくればよかった。大丈夫かな。冷ましまーす。ケーキが冷めたので。今からチョコを溶かしてかけるやつを作ります。何してんの。じゃあもう一回手洗ってくださいよ。ケーキ、あ、本当はアプリコットだけどなかったのでマーマレードのジャムで代用します。お湯を大さじ1杯入れて、よく混ぜて、よいしょ。溶けとる。ママレードは、半分に切ったケーキの真ん中の方に、よいしょ。楽しい。塗っていくよー。これで塗る必要ある？ない。ないです。これをかけろ。これをかけた方がいい。溶けとる。うん。頑張って。ちっちゃく割ってね。溶けとる。今からケーキの上に流すチョコレートを作ります。生クリームを入れまーす。一回洗うつもりで。はーい。それでは、もう湯煎で。溶かしていきましょう。よっせい。これが溶けたらケーキの上からかけます。よし、溶けました。ではこれをケーキの上からコーティングしていきまーす。撮影するの忘れました。撮影する、撮影できませんでした。あー悔しいよ。その間私は撮影していました。ゆっちゃんの肌から取り上がしてできました。じゃん、いただきます。うん、おおだよ、美味しそうだよ、美味しそうだよ。うん、うん、硬い、美味しい。うんうんうん、サクサクしてて、サクサクしてる？あの下の部分がサクサクしてて、すっごくケーキみたいな感じがあって美味しい。パパ喜んでくれるかな？多分喜んでくれると思います。頑張れ。